古進歩は中華民国の財界人。台湾交渉共振会理事長、台湾証券取引所所代理事長、海峡交流基金会所代理事長などを歴任した。祖籍は福建省恵ぐみ県、自は、公領、台湾の五大家族と言われる、名家出身。日本統治時代の台湾で一代で財閥を築き上げた、古建栄への逸尾として生まれる。 1941年、台北帝国大学法学部卒業後、東京帝国大学でビジネス管理などを学ぶ。日本降伏時に、日本軍の中宮五郎や、牧沢吉らと台湾独立を画策、台湾総督の安藤と敷地に協力を持ちかけたが、拒否され、1946年に逮捕、国土不法選挙共謀罪で2年2ヶ月の禁固刑を受ける。 その後台湾に戻り、国民政府の土地改革などに協力、土地の教室の見返りとして得た台湾セメントなどの事業で、父、保健社会から引き継いだ事業を発展させた。日本の経団連に相当する台湾交渉共振会の理事長や台湾、証券取引所の初代理事長なども務め、台湾財界の挙党となった。1982年、小慶国政権で、 中国国民党中央常務委員となり、1990年には国家統一委員会委員や海峡交流基金会の初代理事長に就任、対中交渉役のトップとなった。1993年、海峡両岸関係協会の大道幹会長とシンガポールで初のトップ会談である高王会談を実現。1998年にも上海で王会長と 再び会談し、北京で、江沢民中国共産党総書記とも対面した。李陶器政権で長く総統不死生を務め、総統特使として3回、APEC に参加するなど、1990年代、台湾の重要な政策決定の中核に常にいた人物である。古進歩は、脅劇の大ファンで、自ら演じることもあった。特に好んだのは、諸葛亮の役で、仮豆風や、 空情系などの諸葛亮をしばしば演じた。1998年には日本で講演している。日大国交断絶後の両国窓口機関設置に関与するなど、日本の政財界とのパイプも極めて太く、晩年には、早稲田大学から名誉博士号が授与され、同大学内庭園に腰の名前が付けられたという。2005年2月2日、台湾政府は、 国立国府記念館で追悼式を挙行した。陳水扁総統が台湾の社会が最も尊敬した人物と最大級の参事を送り、個人の国家への貢献を称える法上げレが読み上げられた。中国側からは、王、海協会会長の個人代理として、同協会の孫次夫副会長とリア比書所長が弔問のため放退した。日本側からも、 日課議員懇談会会長の平沼武夫元経済、産業大臣、財団法人交流協会会長、経団連事務総長ら、政、財、学の各界要人50人余りが参列した。台北集丸との説もある。AB、台湾ニーズの字松吉、小学館、2018、P58 から60。ありがとうございます。